こんにちは、クリッカー夏猫です。2018年 F1 第3戦中国グランプリが上海インターナショナルサーキット 5.451km 周回数56周で開催されました。世界一のファンといわれる日本グランプリと同じくらいオリジナル応援グッズで盛り上がりを見せている中国グランプリ。ドライバー応援席なのか、巨大フラッグや国旗がずらりと並んだりと、とにかく団結力がすごい。若い世代のファンも多く見られます。そんな勢いのある中国グランプリでボールポジションを獲得したのは、開幕戦から絶好調のセバスチャン・ベッテル（フェラーリ）、2番手はチームメイトのキミ・ライコネン、3番手に100戦目のグランプリとなるバルテリ・ボッタス（メルセデス）が続きました。たくさんのファンが見守る中、中国グランプリがスタート。スタート加速が良かったライコネンにポジションを奪われないよう、ベッテルはターン1のアウトからかぶせて首位を守ります。チームメイト同士でやめてとヒヤヒヤしながら見ていると、その隙にボッタスがライコネンをパス、2番手に浮上しました。さらにマックス・フェルスタッペン（レッドブル）もこの混乱を利用し、ライコネンをオーバーテイク、5番手から3番手にポジションを上げました。レースは順調に進み、17周目、上位勢で最初にタイヤ交換をしたのはフェルスタッペン。ウルトラソフトタイヤからミディアムタイヤに履き替えます。そしてそのすぐ直後、チームメイトのダニエル・リカルドもピットイン。プロフェッショナルな作業で2台同一ラップでタイヤ交換を終えたレッドブルチームがかっこよすぎる。18周目、ライコネンと逆のことをやるよとチーム無線が飛び、ミディアムタイヤに交換したハミルトン。一体どのような作戦に出るのでしょうか。その翌週、チームメイトのボッタスもミディアムタイヤに履き替えます。20周目、ベッテルがミディアムタイヤに履き替えコースに復帰すると、2番手のボッタスがベッテルの前に、アンダーカット成功です。これにより首位ボッタス、2位ベッテルに順位が入れ替わりました。上位勢でタイヤ交換をせず首位を走行していたライコネンを26周目のターン3でボッタスがインをついてオーバーテイク。そのすぐ後ろにいたベッテルもターン6でライコネンをパスし、ボッタスに仕掛けますが抜けません。そして28周目、ライコネンがミディアムタイヤに交換、6位まで順位を下げてしまいました。先にタイヤ交換をしたボッタス、ベッテル、ハミルトンがもう一度タイヤ交換をするかが鍵になってきそうです。29周目のターン14でトロロッソホンダのピエール・ガスリーがチームメイトのブレンドン・ハートレーのインに飛び込んで接触し、フロントウイングを破損。飛び散ったパーツ回収のためセーフティーカーが導入されました。ピットストップのロスタイムが少なく済むように、この間にタイヤ交換をするマシンが続出。上位勢ではフェルスタッペンとリカルドがソフトタイヤに履き替え、首位ボッタス、2位ベッテル、3位ハミルトン、4位フェルスタッペン、5位ライコネン、6位リカルドとなりました。36周目にレース再開。タイヤ交換をしていないボッタス、ベッテル、ハミルトンはこのまま走り切れるのか、それとも新しいタイヤを履いたフェルスタッペン、ライコネン、リカルドが追い上げてくるのか注目です。37周目、リカルドがライコネンをオーバーテイクし5番手に浮上。39周目にフェルスタッペンがターン7でハミルトンのアウト側に並びかけていきましたが、わずかにアウトに膨らんだハミルトンを避けるためコースオフ。その隙にリカルドがフェルスタッペンを抜いていきます。ここからリカルドの猛プッシュがスタート。40周目のターン14でハミルトンのインをつき3番手にポジションを上げると、続く41周目にはファステストラップを記録し、バックストレートで DRS を使ってベッテルをパス、2番手まで順位を上げました。42周目、ターン6でハミルトンをパスしたフェルスタッペンは43周目にベッテルのインに入ろうとしましたが接触し2台ともスピン。この間にライコネンが3番手、ハミルトンが4番手となり、フェルスタッペンには10秒のタイムペナルティが課せられてしまいました。45周目、
ついにリカルドがターン6でトップを走るボッタスのインに飛び込んで首位に立ち、約9秒の差をつけトップチェッカーを受けました。リカルドの優勝は2017年アゼルバイジャングランプリぶり、もちろん今シーズン初優勝です。6番手スタートのリカルドが優勝とは、誰がこの結果を予想できたでしょう。タイヤ戦略の明暗が分かれた面白いレースでした。表彰式で嬉しさを隠しきれず、終始ニヤニヤしていたリカルドでしたが、オーストラリア国歌が流れた途端、目頭を抑えて涙をこらえている姿には感動しました。シャンパンファイトが終わると、履いているレーシングシューズを脱ぎ、耳に当てて皆の声を聞くリカルド。聞こえてくるのはもちろん周囲コール。シューズに並々とシャンパンを注いで一気飲み。久しぶりの周囲来た。周囲とはオーストラリアでお祝い事があった時にやる儀式なので、リカルドが変人なわけではありません。リカルドの周囲はもちろんですが、その姿を両端で冷静に見ているフィンランド出身のライコネンとボッタスコンビも最高でした。周囲といえば、昨シーズンポディウムに乗っても周囲をやらなくなったリカルドに、その理由を尋ねてみたら、主役は勝者だからね、時が来たらやるよと答えてくれたのを思い出しました。久しぶりの周囲、そして最高の笑顔が見れて本当に嬉しかったです。リカルド優勝おめでとう。次の周囲も期待しています。